お世話になります。小栗を言った小栗健一です。皆さんは古着を買うときにどういう点に注目しますでしょうか。例えば色とか素材とかデザイン、ブランド、いろいろあると思うんですけど、その中でもサイズ感って結構重要だと思うんですよね。で、今回はそのサイズ感の中でも丈感に注目して、いい古着見つけた時にね、あ、これ丈が短いからやめとこうってなるのちょっともったいないよっていう話をさせていただきたいと思います。では行ってみよう。では早速見ていきたいと思います。今回は丈感をより分かりやすくするために、上は白い T シャツで固定、下はジーンズで固定でやらせていただきたいと思います。手抜きじゃないよ。ちなみにこの T シャツはキャンバーのマックスウェイトっていうポケティです。サイズは M サイズ。これ本当によくってすごく気に入ってきております。で、ジーンズはザ・ワンマンブラザーズオーケストラロット247。僕が身長170センチ、体重今68キロぐらいです。で、今日の話はね、どういうことかっていうと、まず一発目、はい、こちらカラーブロッキーが入った60年代の半袖スウェットです。これはね、このカラーフロッキーがすごくね、かっこいいんですが、これ T シャツが結構下から覗いてるじゃないですか。丈がね、短めなんですよ。まあ、今日言いたいのはこういうことで、特にスウェットなんかあるあるなんですけど、洗濯するとね、丈が縮んでしまうんですよね。で、まあ、せっかくいいデザインのものを見つけても、あ、丈が短いからこれちょっとやめとくかっていうことがあると思うんですけど、それじゃちょっともったいないんじゃないかなっていうことが言いたいっていうのが今回の動画となっております。これそんなになんかめちゃくちゃおかしくはないんじゃないのかなっていうことを言いたいところです。で、まあ、この程度でね、丈が短いとか言ってたらもうちゃんちゃらおかしいぜっていう声聞こえてきそうなんですけど、今回はもっともっと短いやつバンバン出てきますんでね、お楽しみに。まあ、そんなわけで一発目はこのカラーフロッキーの60年代半袖スウェットでした。続きまして、はい、こちら50年代の前開きジップスウェットでいいのかな。で、それを着たのが、はい、こちらですね。左胸になんかダッタかなんかのさ、染み込みプリントが入ってて、このハンドウォーマーポケットがねついてたりとか、あとこのリブがさ、これ張り抜きっていうリブなんですけど、ちょっと普通のやつとは違うような感じのリブになってます。それが結構特徴的かな。なんか前から見たらやっぱちょっと形は悪いというか、やぼったい感じの、こうボテッとした感じの形はしてるんですけど、まあそれはそれでヴィンテージ感があっていいのかなとは思うんですが、これの後ろがさ、はい、こんな感じですよ。だいぶこうね、前に比べたらもうほんとアーチ状に縮んでます。特にこういう前開きジップタイプ、まあ、これもそうなんだけど、これは80年代のリバースウィーブ、これでさえ、リバースウィーブでさえちょっとね縮むんですよね。で、前開きは特に縮みますね。とは言うものの、そんなに気にしないで僕は着ております。まあこれはこれでなんかこのヴィンテージの良さというかさ、楽しみなのかなっていう風に結構割り切って着ておりますが、いかがでしょうか。もうお父さんお母さんぐらいの世代にはこんなツンツルテンの服着てってなんかちょっと言われそうな感じはしますけどね。僕は結構好きなんですが。では続きまして、はい、こちら G ジャンです。これはフォース70505っていうよりは年代的に557の方を意識して作られてると思います。というわけでブランドはね、ジャパニーズヴィンテージの U ビッグストーンとなっております。丈がもう本当に短いですよ。まあその辺もね、やっぱ557を意識してるのかなと思います。もう同じようなデザインでサードフォースってあって、まあ、サードが557、まあ、557WX なんですけれども、フォースっていうのは70505、リーバイスの G ジャンの話ね。で、そのフォースは丈がちょっとね長くなってるんですよね。なのでだいぶ着やすいんですけど、このサードタイプってまあ短いんですよ。なんで、まあ、着るのがちょっとね難しいよなとも思うんですけど、まあ、短いのもなんかいいよくないね。では続きまして、さあ出ました、こちら謎のブランドジェヌインレザー。ジェヌインレザーってこれさ、正真正銘レザーですっていうことだと思うんですけど、なんかそれ書いたら逆にさ怪しくねって思うんですけど、どうすかね。
ジェヌインレザー、これ年代的にどれぐらいなんだろうね、60年代とか70年代ぐらいのダブルのライダースです。でこれがね、驚きのサイズ14っていうサイズをね着ております。これでしかもね、すごいショート丈なんですよね。まあでもこの短さがさ、逆にかっこいいんじゃないか。でこれ僕なんかネットで買ったんですよ、確か相当昔、15年ぐらいのかもしれないですね。まあとりあえず結構昔にヤフオクで買ったのかな。でその時はなんかそこまで寸法とか気にしないで買っちゃったんですよね。で届いたらこんなちっちゃいとか、まあ短くてさ、ビビりましたよね。だからネットで買う時はもう本当にそういうのを寸法とかちゃんと気にして買った方がいいなと思いますね。まあでもこれはこれでまあいいのかなと思って着てます。これもやっぱここ締めちゃうと、特にこれはサイズがちっちゃいんで、こうなんかキュッとなっちゃってね、あおかしいんで開けて着てるんだけど、この後ろの丈の短さがなんかさ、これはこれでよくない。まあそれ もちろん長いやつの方がかっこいいかもしれないけど、短くても別に、なんていうの、なんかちょっと逆に個性が出ていいんじゃねえのかなっていうふうに思ってるんですよ。どうですかどうでしょうか。袖の長さとか、まあ、太さとかそういうのはもうほんとバッチリのアイテムなので、丈はやっぱ短いんだけど別にそこまで不満はないっていうかさ、これこれでなんか個性的で面白いよなと思って着てます。なんかこういうダウンのライダース着てさ、古着屋さんとか行くとさ、バイク乗ってんですかみたいなこと聞かれるよね。もうなんか車から降りるのが恥ずかしいっていうさ、なんかそういうのないですか、なんすかね。では続きまして、はい、こちらもうこれはもうそもそも着丈が短いことで有名な女子受けしないやつね。でこれ MA1 っぽく見えるんですけど、 L2B っていうフライトジャケットです。違いは MA1 よりちょっと薄めのやつ、 MA1 が本当に寒いところで着る服だとしたら、ちょっと寒いところで着る服そんな説明でいいんだろうか。まあそんなわけで MA1 って着たらこうもっこりするじゃないですか、形がこう丸くなっちゃって、その分やっぱ着丈が短いのが強調されるし、こう大きく見えるじゃないですか。それに比べてこれはねまだ薄いので、ストーンと落ちてね、そこまで気にはならないです。でこれでサイズラージですからね、だいぶ短めに作られてるやつなんだなっていう感じはします。で MA1 とかやっぱ気になってすごい試着したんですけど、この L2B はまだ着やすいです。だちょっとストンと落ちる感じがしてまだ着やすいです。だから、ね、僕はどっちかっていうとこっちの方がおすすめですね。でちょっと太めなので結構中に着込むこともできるので、今はさすがにちょっと寒いんだけど、この最強寒風が着ててさ、中に着込めばだいぶ着ることができるとは思います。 MA1 より僕はこっちの方がおすすめ、ほんとおすすめですね。今のところはこれいいなっていう MA1 にちょっと出会ったことがないですよ。こういう系のフライトジャケット欲しいと思ってる方はね、ぜひこの L2B チェックしてみてください。女の子ももしかしたらこっちの方が似合うかもしれないですね。はい、では続きまして、じゃあミリタリーつながりでこれいってみましょうか。はい、こちらは1986という刺繍が入ったスーベニアジャケットです。香港とかフィリピンとかジャパンとか書いてますね。であとなんか竜のすごい刺繍が入ってます。でフロントにはエンプレスオブ KOI なのか恋なのかって書いてて、エンプレスってなんか女帝、女王様みたいな意味らしいので、どうやらこれレディースなんですよね。なんだけど、まあ、僕はそんなの気にせずに着ております。でレディースだからっていうのはあるかもしれないけど、丈がね短いんですよね。で着たらまあこんな感じ、まあ、短いって言ってもまあそこまでものすごく気になる感じではないんだけど、まあ、人によってはこの短さ結構気になるのかなとも思います。前開きジップ閉めたら T シャツのこのはみ出しがさ、なんかちょっと強調されてバランスもすごく悪くなるので、僕は開けて着ております。まあ、でもこのぐらいの丈感かっこよくないですか。でこのT シャツのこのはみ出し具合のバランスも結構僕好きで、これはよく着ておりますね。でこれレディースなので奥さんもねたまにこれを着ております。それがこんな感じね。じゃあ次はスーベニアつながりで、うわまあいいや。はい、こちら
スカジャンです。これはね、両胸にスズメみたいな面したさ、まあ、かわいい目をしたワシカタカの刺繍が入ってて、で後ろはねコリアって書いてますね。で38度線が入った地図が入ってます。でまあ竜とか虎とかねいます。来たらはいこんな感じ。でこのポケットにハンコで S って書いてるんですよ。これサイズはね S なんですよね。だけどスカジャンって基本的に結構大きめにできているんですよ。袖とかすごい太いし幅も結構太いしっていうのが多いと思うんだけど、特にこのアイテムは裏表ねレイヨンサテンなので、まあ、中綿も入ってないし、この大きさっていうのも結構強調されるというかさ、まあ、結構ダボっとしたアイテムなんだけど、これね前来てた人が多分ね洗いまくったんだよね洗濯しまくったんですよ。だからあのレイヨンがもう縮みまくってさ、後ろがもうこんなですよ、あのもう短ランみたいなもう40にもなってこんなもうやんちゃなスカジャン着るなっていうさ、もう自分でも思うんだけど、なんてやんちゃな子がさ短ランの裏地に刺繍してるやつをちょっと裏返してきましたみたいな感じになってるけど、まあでも日本にその短ラン文化があってよかったですよ。なんかこれはこれでさなんかそれっぽく見るじゃんっていうね、どうですかで特にこのアイテムで良かった点といえば、洗ってくれてるからか袖は全然短くないし、アーマーも全然太くないですよ。むしろいいぐらいなんですよね。だからもう狙ってこの丈感にしてますみたいな雰囲気がちょっと漂っててさ、なんかこれこれでいいのかなと思って、特にこれ最近気に入って着ております。なんか良くない？大丈夫かな、これ声入ってるかな。まあいっか。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、ぶっちゃけちょっとこう個性的になるっていうかさ、ちょっとまあ、ちょっとおかしいじゃんなんだけど、まあ、古着って、まあ、ある意味そういうのを楽しむ服でもあると思うんですよね。個性を楽しむ服っていうかさ、まあ、それは例えばこういう刺繍であったりとか、まあ、プリントとかもね、あの一点物感とかそういうのってすごく大事な要素だと思ってて、じゃあその流れの中にこういう丈感であったりとか、まあ、サイズ感だよね、そういうのも入ってくると思います。特にこういういいヴィンテージのアイテムとか見つけた時にサイズ感であったりとか丈感で、あこれダメだなって思って諦めるんじゃなくって、そこでちょっと工夫して着てみることで、あれこれ意外といいんじゃないのかってなったりすることも結構あるんで、ぜひそういったことにチャレンジしていただきたいなと思います。はい、本日もご視聴ありがとうございました。おぐりよりて、おぐりけんじでした。ほいたらいいよ、いいよ。